回はえげつない火力を叩き込み、現環境の最強編成に仲間入りしたといえる、通称水神野営編成の紹介です。パーティーの概要、ダメージバフ効果を生かしたライデンのハイパーキャリー編成、通称水神野営と呼ばれているらしいです。フリーナのダメージバフ、イエランのダメバフ、ジンの水力デバフによってライデンの火力を超強化、ハイパーキャリーする編成なのですが、水力デバフを感電反応の同時拡散によって水元素、雷元素どちらにも入れやすいことと、フリーナのダメージバフも全体に効果があるため、イエラン、フリーナはもちろん、ジンもサブ火力として活躍し、パーティーの総合力で火力を出していく編成になります。もちろんライデンのエネルギー回復効果がパーティー全体に恩恵がある上に、ジンの全体ヒーラー性能でフリーナの自傷ダメージデメリットをかき消す上に、フリーナバフ効果を最大限活かせるといったパーティーシナジーが非常に取れています。特に単体ボスなどへの火力性能に優れており、単体火力は10、複数戦は苦手としながらも破壊力で押し切れるため9、生存能力はライデンの中段耐性とジンの回復性能で4、環境対応力は水、雷の火力に依存するとはいえ火力で押し切れるため 3.5、 総合評価は 9.5 としました。各キャラクターに関して、ライデンはオンフィールドで各種バフ効果を受け取り、アタッカーとして活躍しながら、パーティー全体のエネルギー回復効果によって他メンバーたちのチャージを補助、火力に集中できる環境を作ります。武器はモチーフの草薙、生物はいつも通り絶縁がおすすめ。この編成においてはライデンはいつも以上に攻撃力のステータスを確保するのが重要になります。ライデンはもともとダメージバフを自身でも稼ぎやすいアタッカー性能をしており、イエラン、フリーナのダメージバフでダメバフ過剰になりやすいため、生物杯は基本攻撃がおすすめになると思います。また草薙もチャージを攻撃力に転換する性能があるため相性が良いです。実はこのダメバフ過剰で通常のライデンハイパーキャリーに比べてもライデンが出す火力は若干控えめで、 DPS 割合的にもフリーナ、イエランの火力が重要になります。そのためライデンのチャージサポートがかなり相性が良く、フリーナ、イエランはチャージを HP などの火力ステータスに割り振ることができます。こういった理由からライデンの突依存度は低め、無突時点から編成的に高いシナジーを持った戦闘ができます。フリーナはサブアタッカーかつパーティー全体を強化するダメージバフ役として活躍。ライデンのエネルギー回復効果によってチャージステータスを削減できるため、モチーフなどの火力武器および生物時計も HP にすることができます。おすすめ生物はもちろん黄金楽団になります。フリーナも重要なダメージディーラーになるため、源泉が火力に直結しやすくなります。爆発の全体事象というデメリット効果をジンの全体回復で打ち消すことができ、パーティーの安定感に対しても気にする必要はなくなります。凸を重ねればパーティー火力強化をさらにできますが、無凸からでも十分にシナジーが取れていると思います。イエランも最強水追撃でパーティー裏からサブ DPS として活躍しながら、余ダメージバフ効果でオンフィールドのライデンの火力を強化します。フリーナと同様の理由でライデンのエネルギー回復によって自身は火力集中できるため、モチーフ弱水などの火力武器かつ時計は HP にしても良いと思います。フリーナの全体へのダメージバフ効果を生かすことで、イエランも本編成において占める DPS の割合は高いため、生物源泉がパーティーの火力に直結します。またライデンは爆発から通常攻撃を振るうアタッカーであるため、追撃の軌道とも相性の良さがあります。ジンは全体ヒーラーかつ水力デバフによってサポートがメインの役割になります。ライデンのエネルギー回復があるとはいえ、ジンはそれなりのチャージを盛ることがおすすめ。一応チャージ面を盤石にするため今回はセーフを採用しましたが、十分なチャージがあると感じた場合はバンガンなどの火力武器でも良いと思います。生物はもちろん水力がおすすめ。パーティーの安定感を確保するためにも、回復において攻撃力が重要なキャラであるため、生物、時計、杯は攻撃、冠は治癒にしても良いと思います。ただそこまでしなくても回復量は正直十分であるかなという印象です。編成的に水と雷元素が火力のメインとなるため、起こる元素反応は水元素と雷元素を同時に内包した感電反応。そのため2元素同時拡散が行いやすく、水力デバフで両方の元素を強化しやすい相性の良さもあります。ローテーションの参考、まずはライデンのスキルを展開し爆発を強化。フリーナのスキルから爆発でダメージバフ環境を準備。ジンのスキルで2元素同時拡散をしてイエラーに切り替え爆発からスキル。ジンに切り替え爆発で全体回復。あとはライデンに切り替えて爆発で通常銃撃を打ち込んでいけば OK です。一応ジンのスキルと爆発を分けてはいますが、面倒であればジンのスキルと爆発はつないでも OK。 ジンの爆発を後ろに回すことでフリーナのダメバフ性能を最大限活かせるようにしたいというのがこのローテの意図になります。またイエランも爆発からスキルとしていますが、イエランはスキルで爆発の追撃を起動できるため、継続時間的にも無駄なく追撃効果を活かせるようにローテを組むことができます。あくまで参考程度にご活用ください。最後に実践パート、
バージョン 4.2 螺旋12層後半をこの編成で攻略します。間違いなくお勧めできる編成であるため、火力性能ぜひご確認いただけると嬉しいです。動画が良ければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いいたします。逃げ道、じゃじゃーん、光り輝くがいい。は風よ、糸よ、光沢性、捕まえた。ここより弱滅の時、見切ります。世界の劇場の渦に風の神よ、糸よ、光沢性、捕まえた。ここより弱滅の時、逃げ道は世界を熱狂の渦に。どの目が出るかかかれ、剣に誓う。ここより弱滅の時、